ひらめき高校東小学校はい、はい、こんにちは、喋らせろはい、こんにちは、今回から始まる新コーナーきらめき高校投書箱の司会進行役を担当します早乙女よしおこと上田裕二です。漢字で訳さないでください。うぜえぞお前ら喋らせろ。それではですねまずこのコーナーの説明をさせていただきます。はいはいはい。このコーナーは皆さんから寄せられたときめきワールドに対する質問のおはがきに対して毎回きらめき高校の生徒の中から1名をゲストとしてお招きし、ヤッホー、その質問にズバリ答えていただこう、そういうコーナーなんですね。楽しみです。はい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 。さて、記念すべき第1回目のゲスト。当然私、鏡美良こと五十嵐麗です。ってことで、はい、では早速質問です。兵庫県は、はい、鏡さん6号さんからの質問です。鏡家の弟たちの年を教えてください。どうぞ。知らないんだ。いや、そんなこと、いや、私はですね、考えてます、ちゃんと。私考えてます。いや、ちゃんとあるんだから。ですが、6人いますから。やっぱりここは綺麗に小学校1年生から1、2、3、4、5、6、これで OK かと思っております。336で12年って感じですね。はい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 、バッチシ。はい、それで終わりですか。詳しい点では、もう、それでいいのか。はいはいはい、はい、じゃあここでですね、はい、五十嵐麗さん、はい、本人は、はい、ご兄弟とかいらっしゃるのか、いろいろ聞きたいと思います。もうそれはおかげさまでいます。じゃあ兄弟、家族構成の方からまず聞かせていただきましょう。家族構成はなちょっと似てるかな、6人。いや、違う。お父さんお母さん頑張りました。うちの母親なだけなんですけども、似てるかなと思うんですけど、うちの場合は姉妹ですね。6人の姉妹はいないのよ。いないの、それはいないのね、はい、姉が一人おりまして、6歳も年上なんで。あら、何の笑いなんだろう今。まあいいや、まあいいや、行きましょう、次行きましょう。年上姉がいまして、はいはい、そんな感じですかね。そんな感じ。何の話をしてるんですか。まあそのことはあれなんですけどね。いや、私でも弟がね、皆さんみたいに弟がいたらね、いたらいいな、男の兄弟欲しいな、でもすっごい可愛がるだろうなと思うんですよ。いや、なんか本当にいや、もう可愛がるっていうか、結局引き連れてなんか親分みたいになっちゃうかもしれないんですけどね。そんな感じで。はい、ありがとうございました。はい、以上、きらめき高校東小学校でした。また次回お楽しみに。